地球が一的生命体探査。地球が一的生命体探査。地球が一的生命体探査。とは、地球が一的生命体による宇宙文明を発見するプロジェクトの総称である。頭文字をとって、セティと称される。アクティブセティ、能動的セティに対して、パッシブセティ、受動的セティとも呼ばれる。現在世界では、多くのセティプロジェクトが進行している。 地球外の文明を地球上から探そうというプロジェクトであり SF と現実を対象にする自然科学との接点でもある。セテの中で現在最も大規模に行われている方法では電波望遠鏡で受信した電波を解析し地球外知的生命から発せられたものがないか探すというものでこの方式のプロジェクトのいくつかでは惑星協会や設置協会が重要な役割を 果たしている。1970年代からは、電波の他に、光学望遠鏡を使って、地球の人類と同等以上のテクノロジーを持つ、知的生命ならば発する、可能性のある、大気度レーザー光を検出する、試み、おせち、光学的地球外知的生命探査もなされており、専用望遠鏡も存在する。この他にも、 ダイソン玉発見を目指し、光学的な観測結果と赤外線望遠鏡による観測結果の比較を行う、分野、地球外文明が惑星系の中心星へ核廃棄物を投棄しているという過程で、その証拠を分工学的に調査する観測、地球外知的生命が地球周囲に探査機を送り込んできていると仮定し、それらが配備されている。 可能性がある領域の撮影を行い捜索する分野などもある。ガンマ線バーストが地球外知的生命の構成線の高校による痕跡であるという仮説を検証するため、宇宙探査機で得られたデータが調査されたこともある。一方で地球から地球外文明に電磁波または物でメッセージを送る分野は、アクティブセティ、メチ、またはポジティブセィと呼ばれている。 電波によるアクティブセティは1974年のアレシボメッセージ以降、ウクライナのアンテナから送信されたコズミックコール I-2 と T エイジメッセージなどがある。1983年にスタンフォード大学のアンテナからアルタイルへメッセージが送信されたが、これは日本人による初のアクティブセティ企画である。また宇宙探査機にメッセージを搭載した例としては、 パイオニア探査機の金属板が、さらにボイジャーのゴールデンレコードがある。様々な観測や研究が続けられているが、21世紀初頭において、明確な地球外文明等の発見には至っていないのが現状である。しかし、地球人類の文明は、宇宙の中でも非常に例外的な存在なのか、それとも必然的に発生したものなのかとするいう以前より、 議論されてきた哲学的命題への回答を求める欲求もあるため、今日においても多くの人が関心を持つ分野でもあり、その欲求の強さは、下記のセティホーム参加者の多さにも伺い知ることができる。もともとは、セティといい地球外知性との更新とお妻計画で対象となったクジラザタウセのラテン語名をかけたものであったが、後に NASA の学者がセティとスペルを変えて使い始め、 意味も地球外知性の探査となった。これは当面行うことは向こうからの電波を受けるだけで更新ではないという理由によるもの。1959年科学雑誌ネーチャー上にとフィリップ・モリソンが初めて地球外生命体に言及する論文を発表。その論文で地球外に文明社会が存在すれば我々はすでにその文明と通信するだけの 技術的能力を持っていると指摘した。またその通信は電波を通して行われるだろうと推論し、当時の学会に衝撃を与え、これを契機として地球外文明の探査が始まった。1960年、世界初の電波による地球外知的生命体探査であるオズマ計画が行われた。この計画はアメリカの天文学者フランク・ドレークによって提案されたもので、 ウェストバージニア州グリーンバンクにあるアメリカ国立電波天文台の18フィート望遠鏡にて実施された。オズマ計画では生命を宿すような惑星を持つのに、ふさわしい大きさの構成のうち、地球から近いものとして2つの構成を選びこれを対象とした。選ばれたのはクジラザタウ星12光年及びエリタヌスザイプシロン星11光年である。 ドレイクらはこれらの星に電波望遠鏡を向け 1420MHz の電波、宇宙で最も多く存在する水素の出す電波で地球に向けて呼びかけの信号が送られていないかどうかを調べた。電波は30日間、実際に受信を試みたのは150時間にわたり観測されたが文明の痕跡とみなされる信号は得られなかった。フランク・ドレイクは 銀河系内にどれだけの知的文明が存在するか、ミモル・ドレークの方程式を提唱したことでも知られている。なお、オズマの名は、ライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いシリーズの主要登場人物で、作者がオズマ姫が住むオズの国と無線通信を試みたという話に由来している。1971年には1 0の電波望遠鏡を連携させることで、 地球外からの電波信号探査を行うというサイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人であるが NASA によって計画された資金の目処が立たず頓んざした。1977年にはオハイオ州立大学のビッグイヤーによってイテ座の方向から和をシグナルの通称で知られる強い電波が受信された有意信号の可能性が指摘されたが その後の観測では同様の電波は受信されていない。オズマ計画以降、オズアップ、マニア、旧ソビエトロシアのオセチ、スーツケースセティ、センチネル、ベータ、カールセーガンも参画した、メタ、など21世紀初頭までに約100のプロジェクトがアメリカを中心に各国で実施されている。2007年からは、セティ研究所のアレンテレスコープアレイによる観測が、 行われている。2010年には、オズマ計画50周年記念、世界行動セティ、ドロシー計画が実施された。プロジェクトのうち一つは、セティホーム、セティアットホームと呼ばれる。これは、プエルトリコのアレシボテン問題によって収集された、宇宙から届く電波を解析し、人為的に発信されたと思われる信号を検出する、ことによって行われる。この情報処理は、 非常に膨大な計算量を必要とするため、プロジェクトと同盟のセティホームと呼ばれる無償の解析クライアントソフトウェアを配布することで、分散コンピューティングによって計算力を確保した。1999年5月に始まった、この試みは予想をはるかに上回る指示を得て2009年6月現在で、約600とフラップスという途方もない計算能力を誇っている。ちなみに、 ボインク移行前の2004年1月の時点では約63トフラップスであった。これはボランティアによる分散コンピューティングへの参加という試みにおいて先駆的な事例となった。2003年2月までにウオザとオウシザの間の方角にある SHGB レニプラス 14A と呼ばれる電波源から周波数 1420MHz の信号が3回。 受信され、現在は消えているという観測結果を確認したと報道されたが、セティ研究所は、これが地球外知的生命体より発信された可能性はほとんどないとコメントしている。2004年6月に分散コンピューティングのためのソフトウェアであるボインクをプラットフォームとし、新たなプロジェクトとして開始した。これにより、初代セティフォーム、セティ、 ホームクラシックからの移行が進められ、2005年12月15日に、セティ、ホームクラシックの運用は停止された。次期バージョンのベータ版として、セティホームベーターがある、電磁波などにより、地球外知的生命を発見した場合のために、国際宇宙飛行学会のセティ文化会が、地球外知的生命の発見後の活動に関する、諸原則についての宣言を採択している。 以下は、その省略である。ただし、日本においては、関連する国家の機関が定められていないため、2007年11月3から4日に、兵庫県立西張間天文台で開催された、セティ研究会の討論会にて、話し合いが行われた。この研究会で、プロトコル検討ワーキンググループが発足し、現在、関連する国家機関について議論がなされている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。